やはり気になるのはこのジュリアンの突進攻撃に対しての飛びもしくは中段当て身投げ、うん、こういった回答を持っているギース。通常の立ち合いをした場合はね堂々立ち会える、お互い非常に強力なキャラクターではありますけれども局所的にギースが読み勝つことができる組み合わせ、はい、しかもその読み勝った時のダメージが非常に高いと、うん、はい。選ばれたのはスークですね。はい、狭いステージ、うん、まあこれ長方形なんで狭い辺だとものすごく狭い、ただ長方形なんで広い長い辺、ただ長い辺でもジュリアであれば相当簡単に壁までいけますね。そうですね。まあ、まずは当初ちょっと飛び警戒の動きを見せるランチュ、削り削り合いですね。いや2択にしていった、あえてですよね。かなりアグレッシブですね。相当選球隊強力な下段としゃがんでいる、このテンポを中段で浮かせ技、しゃがみ状態からの2択運べるぞ。さすがジュリア、コンボがうまい、この運搬能力、はい。ただ右待ち壁に張り付いて、おライコーマーが回しきりルート、しかもレイジで火力が上がっている。いや今ローエンド補正ヒールを狙ったか。2発目があるので手を出さないランチュ、投げ抜けるループ拳近い、届いている、飛びはガード繋がらない、あー俺がハードするか、ナイスガードですね。ラウンド2、まあ、本来だったら捨ててもいいようなところを取っていったと、はい、横移動左キックによる下段攻撃をランチュガードしに行きました。やっぱりこの鉄拳は集団攻撃のが危険ですからね、はい、しゃがむのにはリスクあるんですが、だからやっぱこれもランチの人読み、裏を返すっていう部分ですよね。腰に注意、肘大冒険、やばい当たり方してるそして早期客の2発目のみが当たって、運んでレシンと補正切り、難しいですが完璧にこなしております。いろいろありすぎましたね。カウンター確認、素晴らしい、はい、前走十字波、あれもまあ初段を打った時にもう一回中段打っておいてガードされていたりノーマルチだったら派生技に行くと要求できるんですが、ギースにねそれやりすぎると、そうなんですよ、中段当て身投げによる反撃もありますから怖いですよね。ただ打った時に動いたのが見えたんでうまく出し切りましたね、はい。あるいはやはり腰心中などを警戒した飛び、これをかなり多めにしています。出し途中、足元ランチは壁から脱出、2発目ナイスカード、腰狙いましたね。 EX ジャイエケンリスクなし、カウンターヒット、もう何もさせない前蹴り完璧です。ラウンド4ファイト、2-1、横からジャブ、スカシ確定にもジャブフードを入れてるのめちゃめちゃ偉いですよね。ワンワンツーで妥協してもいいっていう、はい、でもしっかりとジャブフード難しいコマンドを入れている。投げ抜ける、かなりゆっくりとした展開になっていますですね、まあ、お互い危険、うん、かなり危険がつきまとっている。もう一度はゲージが来てしゃがみヒットはこのように膝鉄断工までつながる、投げ壁際ですが押し込めるか、大方拳右パン当たらない、かなりやっぱり押し返せますね、はい、ワンイロー攻撃、これでモイルが逆転しています。2発目、うわー取ってる、パタパタ、当然壁に行くでしょう、いや近すぎるか、うますぎ、壁コンボの選択、プレッシャーをかけるか、10秒、ガード、うわーそれ捨てないの捨ててよくない、なんでそれガードするの、なんでそれガードしに行くんだというのがたくさん起こるのがこのランチュの試合です。なんでそれ当てるのとか、ただうまいところももちろん持っていて、はい、スークの狭い壁のステージだったんでちょっと運びすぎかと思ったら戦士っぽ運びですもんね、戦士っぽ高乱氷柱っていうちょっとルートで本当にうまくアドリブで切り替えましたね、はい。おっとここでモイルがアバンドンのテンプル、うん、広めの円形ステージですね、切り替えてきました。なるべくジュリアに浮かされた時に壁に到達しないようにというステージですね、広いステージ、ルーザーズファイナル3試合選手ですが、まずはランチュ、烈風ガード、
うまい右横移動、ああ背面ヒットを狙いましたかね今。そうですね、背面ヒット側面ヒット狙ったんですけど正面だったなということで派生を切り替えました。壁に追いつけているのはボイルだが高層選球台下段攻撃で返していく、かなり早め、さあ2番非常に一輪山離すことはできなかったか、これはボールバウンドとなる、まだ残りそうですかね、ジャブジャブダメージ重視、位置が入れ替わるぞ、今度はさばくんかい、うますぎるぞコンボルート完璧、しかもさばかないと今のは倒せなかったです ね下段ガードでは倒せなかったんで下段さばきからのレイジドライブコンボ、本当によく画面を見てるなと、体力状況の判断も素晴らしい、まあ、あの下段攻撃モイルがね再三打ってる横移動からしか出ないんで、その横移動を一応見てって感じですよね。そうですね、なんていう話をしてるうちにとんでもないダメージだ、ここもガードして右パンチ大英剣で倒しています。この辺りのコンボ選択も完璧、ゲージない時の危なくないように完全に倒せる強者へ、強者へルート、ボイルゲージがまたたまりそうですね。そうですね、さあ1-1右パンチ反撃を受けてもいいというところで、当たればもう一気に8割ほど減らすつもりの右パンチ飛んできましたね。ただまあ思ったより前飛びがないなという印象ですかね。1試合目はかなりしていたんですけど、はい、全然通らなかったというか、まあ、ランチもそういう技はやっぱりしてない感じですね。そうですね、飛ばれないように、うん、ジャブで返していく、しゃがんだところ左やっぱ、いやー来ましたね今のも、この2択かなり積極的ですね、うん、まあ、反撃ではなくあえてしゃがみからの2択、うまっ近づけて、うますぎ、稲妻蹴りでゲージを使って倒し切っていきます。さあ1対2、しかもモイルがいい感じにゲージ回してるんですよね。はい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 、そうですね、あんまり持ってない状況っていうのがない、ゲージがないという状態がない、烈風追い払い、これはダブル烈風、ちょっとね烈風かダブル烈風か判断するの難しいんですよね。膝足元下段で崩していく、もう一回もう一回、うん、これですね、カウンターじゃなさそうだったら遅い方に切り替える、ゲージを使っていきます、マックスボードが切れたのでゲージはない、マッドアックス通りました、置き攻めもある、うわうまい、置き中段蹴りを完璧に読んでいる、マッドアックス後にね、そんなにフレーム的には優じゃないっていうの、はいはいはい、起き上がりキックを使ってこう置き攻めを押し込もうとしたところを完全に読み切りましたね今。さあこれでゲージが止まりましたよ、で生ガード接近戦の攻防受けていく、腰で止まなくなったんで腰に増えてますね今ですね、来た入れ替えて壁に運ぶ DX 疾風拳を使いながらダメージを伸ばしていきました、すごい減りだ、なんちゃレイジまで追い詰められた、ナイスガードだが届かない、届いていない、アイガードライブ押し付けて足元下、ああ草並木蹴り、ダイヤシのリーチ判定を生かしました、ちょっとねそのランチ側の反撃が軸ずれで中足に対しての送空砲が当たらなかったりとか、あれはちょっと悲しみでしたね、ちょっと不運でしたね、はい、今のは円形のステージで壁が右にあったんで、はいはいはい、ガードバックでちょっと軸がずれたんです、そうですね、うん、ステージの部分の、ただまああれが入ったとしてもかなりの体力差だったので、はい、確かに、まあ、その当て身でしたよね、キーになったのは、ね、やっぱりこう腰に増えてきているっていうのは当然モイルももう感づいていて、はい、そうこれまでは中距離戦でランチャーかなりゆっくりやっていてダメージ取れていなかったところに、うん、まあ、ちょっとその旗色が悪くなってきたんで、はい、突進技を増やしているというところに対するカウンター完璧でした。さあランチは得意ステージ三島道場を選択、ここであれば先ほどのステージとは違って簡単に壁に行きます、相手を浮かせることが重要、まあ、しかも四角形のステージですので、はい、さっきみたいなその円形ステージならではのっていうことは起こりえないあですね、はい、いうところもあるでしょう。さあ10秒が経過してほとんど体力は減っていない、どこで動くか、おあと、ええ、中段蹴りカウンター、側面
カビアラでジャブジャブダウン投げで十分なダメージ減っていますね。エドンガードして13しっかり返していく、うん、フリー状態、うわー、3発あえての3発目、ラウンド2、これでモイルがリードですが中段、うわ、うまい、まあ個人地をね狙ったのでは完璧なタイミングでしたね。ケジキも読んでいる、剥がしてジャブからまたジャンプ RK、 完璧なコンボ選択です。あ、これは繋がらない、繋がらない、ちょっとね相打ち上がりヒットだったんでね。でジャエーケンパワークラッシュ、モイルが乗ってきた、ゼロ2、最後ランチが前に出ることによって、はい、モイルのその当て身が効いている、うわー奥技に対してダッシュしゃがみ、まだこれ読み合い変わりそうですよね、そのあたりは、うん、レシントをしっかりとダウンした直前にうわライン移動かなり使うなこんなに強いんだな、ギースの壁の折り反転攻撃、まあ、あの画廊伝説のね、はい、難易度攻撃を模したものになってるんですけど、ですね、レフ剣 5B 一発止め投げ、ああ通ってる、これでかいぞ当たらず、やっぱり今のこの古心中や尻尾も怖いですよね。ああ、けたさばき、これはどうだ、あ、バレた、ゲージ、あーあー、うまい、うまい、ルートあったな、完璧、うまい、ゲージを1本使って雷鳴豪華投げ派遣にしましたね、はい、まあ、今のはそのゲージマックサツを使うことで最後にこうダウン投げでの締めをするんですけども、本来ならね壁コンボってどんどん補正かかっていくんですが、あのダウン投げ雷鳴豪華投げだけは 100% ダメージで返るので、はい、ああいったコンボを伸ばす最後に決めると非常にダメージが大きくなるという選択、まあ、本当にピタリ賞の選択でしたね。さあこれでモイルリーチです、ランチは後がない、かなり苦しくなってきている、やっぱりこう打ち返しの中断が怖いっていうのがねありますよね。それでもあーっと真空投げ通った、ギースのいいところって当て身を取る、当て身を警戒する相手がじゃあ何するのって結構なっちゃうんですよね。確かにその高い坂が見つけづらい、瞬間からの中段のカウンターヒット運んでいく、うん、陣中でフォロー、うわー、やられが小さくなって、はい、発射中 LK を避けましたね、今駆動が使っている、それでも最速行動ランチは増やしていっています、貫いていきました、はい、大転戦尻尾、ジャブジャブだがレプーいいガードをしています、ゲージは使わない、使うと判断してランチの反撃もなかった、下段前に出る、ちょっと下が多くなったか、カウンターもなっている、うまい、スカリ確認、それでもランチは前に出る、そうですね、まだ当て身が怖いはずだが、これだーこれだ、当て身が怖い、ダメージはそれほどでもないギースにしては、いやー中足かも中足、1対1ゲージも間もなく溜まりそうです、さばいてる、これ壁届きそうですね、上からブルレッドケン、いいヘリをしている、さらに飛びをかぶっていきます、もう一回しゃがんでいる、ああもうこの辺りはもう頭にありますね、ジャエハセ読み勝っていく、運べるか、いやーむずい、あーこれはかなり減る、いや剥がせんぞ、マジ背面でジャブジャブ、うますぎる、わー補正がだが、うん、ランチも後がない、じゃあ初週断水からどうする、レイジ状態、うわー呼んでいる、さあモイルリーチ、ランチは後がない、コシン常に匂っている、この当て身の、あーガードする、ゲージはギリギリ止まらず、これで止まった、いやこうなるとコシン中が待っていた、ただインターには繋がらず、ここも大冒険で返しています、うまい、さあ RP から2発目、横からスレ、おお1点台、あランチョ助かりましたね、反撃ワンツー、うまく返せました、腰投げしゃがんでる、逆転してる、グッ、いやこのうわー
しかし確定、イラーズ曲げに点を破り、勝ったのは KDF モイル。いや見事でした。